名古屋市図書館名古屋市天白図書館名古屋市天白図書館は愛知県名古屋市天白区横町にある名古屋市図書館の文館である2014年度の蔵書数は93,561冊貸出数は64,817冊である図書を93,561冊新聞を30紙雑誌を218紙 市長各資料を2101点所蔵している。天白図書館は、名東図書館に続いて、建設設計段階より、住民参加が実現した図書館であるという。それは、開館当時の本山姿勢において打ち出されていた、住民参加型の姿勢の一環であった。開館当時の特色として挙げられる漫画の蔵書も、また、住民からの要望に応えたものであった。 天白図書館は時間を漫画のある図書館として全国的に知られていると評しているが、現代漫画図書館のないき夫と、日本漫画学会の秋田隆博は、開館当時話題になったものの2007年時点では、それほどでもないとしている。図書館開館前の天白区は、図書館利用のためにバスで1時間かけて、水穂図書館や鶴舞中央図書館に赴むかなければ、 ならないほどの不便な地域であったために、主婦などの個人が自宅を開放したり、団地の集会場を利用したりして運用する、子供文庫なる私立の小図書館が各地で行われていた。子供文庫の運営者を中心に、天白に良い図書館を作る会が設立され、前述のような住民参加による図書館作りが進むことになる。また、この住民運動とは別に、 天白区を住みよくする会による要望の動きも存在した。図書館会館により一部の子供文庫は廃止されるものの多くは存続し図書館との住み分けが行われた。また名古屋市図書館では初めての事例となった集合住宅との併設については利用者に先進的な事例であると好意的に評価されている。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが 考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。ありがとうございます。